みなさん、こんにちは。しおりみちゃんのあしほです。はい、ということで今回ですね、今回はこちらのディップポックドットブラソケット。ディップポッププラスポケットっていうお店ディップトッププラスポケットですねっていうね、お店がね、はい、あるんですけど、はい、それでね、洋服をね買ってきましたので、そちらを紹介していきたいと思います。はい、バッグね、ディップトッププラスポケット、そうですカバンとね服です。はい、セールのな、セールになってた服を2着、まあ、しほりみで1着ずつで、で新しいあの秋冬として買ったものが1着スカート1着で、あとカバンだね。はい、はい、じゃあ順番にいきましょう。まずはですね、セール品。はい、セール品はちょっと、うん、もう半袖なんですけど、そうだね、もうデザインが可愛くて、しかもめちゃめちゃ安かったんで、うん、一目惚れして買いました。こちらです。で、こちらなんかワンピースっぽい、ちょっと丈が長めなんですけど、ね、ワンピースとしても着れそうだ ね。このね、ここよ、ここ、うん、このなんか分かれ目、うん、でさ、あの絞れるんですよ、ウエストがここで、うん、しょうちゃんウエスト絞るの大好き、マジで可愛いと思って、こんな感じの服です。はい、で、私がこのね、紫っぽい、ピンクっぽい色なんですけど、ひみ、うん、ちゃんがね、こちらのなんか緑っぽい青っぽい色、はい、リミっぽい、リミっぽいよね色違いですね、全く色違いのお揃いですね。はい、こちらなんと1着1000円、安いよね。もう来年来ますそうですね、来年用にね、来年行きます、買いましたね。次に私が買ったスカート1着です。はい、このスカートがね、今流行りのレザーっていうのかな、そう、レザー生地で黒いスカートなんですけど、何レザーって言うんだっけ、朝テレビでやってたよね、やってたよね、なんか今流行ってるんだよね、流行ってるやつらしいんですけど、はい、めちゃくちゃ可愛くて、もうこれ最後の1枚でしたね。そうなんですよ、はい、可愛い、めっちゃ可愛いと思って、はい、これからの季節にぴったりですね、本当秋って感じ、もう、うん、あの洋服屋さん行くともう秋服だらけよ ね、秋冬ね、はい、まあ、黒だから何にでも合うしね、大人っぽくも着れるし、はい、いいですよね、黒って、はい、これはまあ 4級ぐらい、うん、4400円ぐらい、4級ぐらい、最後、最後ですね、最後はおうちゃんがもう一目惚れして買いました、こちらのカバン見てください、これほんとなんか、こちらもなんか秋冬っぽい生地で、そう、なんかね、ザラザラしてる、そうで、ちょっとね、うん、ごつい感じなんですけど、あー、ちょっとね、分厚さがあるよね、そうそうそう、でもめちゃめちゃ可愛くて、ちょっと横中でね、うん、うん、まあ普通にね、持ってもいいし、斜め掛けもできるって、はい、斜め掛けもこう、うん、できると。何よりしょうちゃんが最近欲しがってたのが、この金だね、ゴールド。そうなんですよ、この金具がね、はい、金なのがめちゃめちゃ欲しくて、金のやつがなんか持ってなかったみたいで、洋服で最近ね、こう金具が金のとか金ボタンとかの服だと、やっぱ金のね、バッグを合わせたいって言ってたんですけど、持ってなくてね、はい、みんな銀なんですよ、うちのなんかでね、ずっと金がある、ついてるバッグが欲しいって言ってね、ようやくで出会いました、はい、ここも金だし、うん、ここも金だしみたいな、そうめちゃくちゃ可愛いということで買っちゃいました。こちらお値段ですね、2900円、2キュッパ、安いよね、2キュッキュ、うん、はい、安いよね、安いよね、うん、可愛い顔、ほんとほんと、ママでも使えるんで、これ、まあ、ママでもね、あの斜め掛けにしないでこう、も持てるしね、それね、うん、持てる、うん、この縁のところもこう、今流行りの感じで、はい、ハイキングっていうの、レザー調のね、はい、もう可愛いですもんね、はい、うん、ということでね、今回はね、少ないですけども、まあ、しほちゃんがお乳のバッグを買ったということでね、はい、まあでもそのさ、半袖のさ、ワンピースもさ、中にさ、レースの長袖とか着たらさ、重ね着で今の時期も着られると思う。あ、着ようじゃ、着よう、うん、着れるよね、中、長袖着れば着れる、着れる、うん、
可愛い、本当可愛い、本当一目惚れして買った。確かにね。はい、こんな感じでね。はい、いい買い物をしましたね。めちゃめちゃいい買い物しました。はい、たまにね、ここの洋服屋さん行くんだけどね、結構可愛い、しほちゃん好みの洋服がたくさんあるんですね。あるよね。そうなのでね、良かったですね。はい、はい、ということで今回はね、ヒップアップ、ティップアップ、ティップトッププラスポケットっていうお店に行ってまいりまして、そのね、購入品紹介をしてみました。はい、ということでね、ここのお店マジで可愛いんですよ。はい、本当にね、私好みっていうか多分皆さんも好きだと思うんですけど、うん、本当に可愛いお洋服があるのでぜひ行ってみてください。それではバイバーイ。あと安いよね。うんうんうん。またね、新しいバッグの中身とか紹介ね、できたらしたいと思います。はい、バイバーイ。あ、いいんじゃない。ね、はい、そうですね。可愛いよね。めちゃくちゃ可愛いです、これ。スカートも可愛い。結構めっちゃハイウエスト。うん、ハイウエストでいいね。ね、可愛い可愛い。可愛い。ハイウエスト持ってなかった。うん。めちゃくちゃ可愛いね。はい。はい。ということで、バイバーイ。ちなみにその上はどこで買ったやつ？これウィゴーです。あ、ウィゴーですね。去年ウィゴーで買ったやつに。はい。はい。合わせました。はい、バイバーイ。バイバーイ。